毎度ご乗車ありがとうございます。このバスは辺野古、金、石川、上名、小座経由、那覇行きでございます。次は宮里三丁目、宮里三丁目でございます。走行中やむを得ず急ブレーキをかける場合がありますのでご注意願います。
必ず整理券をお取り願います。
よってつなぎます。家族の絆と祖先を大事にする心。仏壇、位牌、仏具から風習文化、先祖崇拝に関することは何時のおての昼夜式典にご用命ください。走行中やむを得ず急ブレーキをかける場合がありますのでご注意願います。 The next stop is 夜更け。Due to sudden traffic conditions, the bus may be forced to stop suddenly, so please be careful.
乗車ありがとうございます。この系統は関係自治体より補助金の交付を受けております。地域の足としてより多くの皆様にご利用いただけるよう心がけてまいります。
次は沖縄高専入り口、沖縄高専入り口でございます。6歳未満のお子さんはお一人までを無賃扱いとし、2人目からは子供運賃をいただきます。ただし1歳未満は無賃扱いです。
次は串入り口でございます。走行中の運賃支払いおよび両替は危険ですので、停車の時にお願いいたします。
しましょう。
破ったり、また落書きしたりせんよう、お客様にお願いします。
次は錦祥学校入り口、錦祥学校入り口でございます。降りたバスのすぐ前や後ろの横断は非常に危険です。道路は正しく横断しましょう。次は錦王橋前、錦王橋前、読谷松永眼科は消防署近くにございます。目の手術のことなら質の高い医療をご提供する読谷松永眼科へご相談ください。お客様にお願いいたします。車内での携帯電話の通話利用は他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。
ースでございます。
扱いとし、2人目からは子ども運賃をいただきます。ただし1歳未満は無賃扱いです。
整理券はお忘れなく、運賃と一緒に運賃箱へお入れ願います。ありがとうございました。